さて、お次は刃のうなる。さあ、ここは誰が来るんだい。デュランさんじゃないですか。ここまでやってくるとは見事なり。弱き人間を守るために戦うお前たちと己のために戦うこの私、さて勝つのはどちらだ。凍てつく波動は毎回使う。ドラクエ6の暴走音楽だ。全力で行くぞ。簡単に死んでくれる。あ、攻撃力結構かなりダメージ。ドラゴンとかかっこいいっす。攻撃力アップ状態はけどしょ。素早さ落ちとく。上書きできた。向こうのも残ってるな。向こうのは6個はしといた方がいいか。ドラゴンが出てくる。やっぱ強えな。回避はこんなドラゴン系の攻撃あんましてきてましたっけ。行くぞ。ミニアさんの MP をちょっと少しの間節約しておきたい。おお、これ任せろ。全然凍らん。炎天山炎天山帰ってくると。あー、これはよし、行くよ。ミニアさん、ちょっとここは回復。行くぞ。はい、ローガザン。これ凍らない。行きます。あまりないんだよな。つい間違って使っちゃうんだよな。よし、行くよ。オルネーゼで。ハリケーン。デュランは雑魚呼ばない気がしないでもない。そんなことないかな。普通に呼ぶかな。でかい口叩いておって結局お前も仲間呼ぶのみたいな。任せろ。せいや。せいや。そう、バイキルトしまくりじゃねえか。ロストアタックつけとけばよかった。せいや。こいつ通らねえ。よし、行くよ。2回だね。いて、起き攻め。行くぞ。エリアさんの MP が、構わないからね。あんまり氷を使う意味が。おえろー。画面がよくわからないです。よし、行くよ。やばい、これめっちゃ食らった。もうベホマラーを任せろ。使えるほど MP が残っていない。少しの間 MP 回復のためにあえて攻めずに時間を稼ごうかな。したら遠距離でミニアさんが適当に攻撃してくれるし、俺が乙女になりながら適当に。これはいい。戦いとはどうだ。こうでなくてはならぬ。人がいながら仲間呼ぶんじゃないの。仲間呼ばなかったな。
よし、行くよ。行きます。行くぞ。遠距離攻撃。女性の鉄槌よ。氷よ。バイキルトかかった。任せろ。なんか危なそうな攻撃を。当たり判定が。行きます。行くぞ。テザールに。ほらほらほら、やっぱテザールの攻撃力が弱い。武器が。皆さん回復。やっぱ俺のやでだな、火力からだ。いいのは。任せろ。よし、行くよ。行きます。行くぞ。トーラルウェイン。任せろ。行くぞ。任せろ。おりゃ。ゲージゲージゲージもうちょい。通常攻撃はそもそも大したダメージじゃないから、ちゃんと後ろに回避して。そろそろだぜ。きたー。よし、無敵を使ってひたすらぶん殴る。もうちょいもうちょいもうちょい。動き早いって。やばい、向いてる方向おかしいかも。ほらね、もったいな。テザーももうすぐ黙る。溶岩山の追加ダメージで1だから意味ないね。任せろ。イエイ、やっと半分いったぜ。来た来た。せいや。煉獄炎天、煉獄炎天、煉獄炎天、やっぱこうかな。フィニッシュのタイミングにするとダメージがもったいないから、ちょっと早めに見直して、当たるタイミングで確実に打つ。またひるむだろ。ほらひるむ。コミロン爆裂剣の方がセザールの攻撃より強いっすよ。ベニアさんが死んでしまう。任せろ。よし、ベニアさん死んだ。ちょい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 。ああ、2枚も使わされた。行くぞ。いつまで寝ている。なんか剣に炎ついてない。強化になったのか。道理で急に強くなったと思った。アルテマソード。終わりだな。任せろ。よし、行くよ。任せろ。これはあれだな、ギリギリまで残しとって一気に倒した方がいいな。よし、行くよ。行きます。
ベホマラ。少しの間こいつでちょっと遠距離攻撃しながら MP 回復を待つか。任せろ。よし、行くよ。行くぞ。病院に使っとこう。厳しい戦い。よし、行くよ。行くぞ。任せろ。よし、行くよ。オルネーゼイ序盤に使わない方がいいね。てか守備力下げないとダメージがろくに入らない。150。少しの間守備力下げさせて俺の攻撃でダメージを稼ぐ。エンテンザンバイキルト状態はまずい。一回引こう。ベホマラ、ベホマラ。行くぞ。任せろ。よし、行くよ。ミスった。今そんなところで。行くぞ。任せろ。よし、行くよ。任せろ。よし、行くよ。行きます。行くぞ。任せろ。デュランめっちゃ強えな。おお。よし、行くよ。ちょっとやばいかも。お天魔山。うわ、死んだ。よし、行くよ。半端ねえ。こっちかい、こっちよ。セザーも死んだ。めっちゃくちゃ強いっていうか、こっちが弱え。これ、全部やり直しだろ。やり直さない。デュランがあれだね、めちゃくちゃ強い。なんと。お気の毒に。神のご加護があらんことを。てか、こっちが弱いんだよ、圧倒的に。よく来たな。武器ぐらい買っていけって話なんだって。ほら、いまだにこんな装備してんだもん、飛行士の体験。そらダメージ通らねえわ。ありがとな。帰っときゃよかった。ありがとな。
また来てくれよ。ボス行くのにナメプはダメだな。いっぺんリレミトで帰っとけばよかった。別にねマイナス要素はね死んで金減るとかはないんだけど、うん、よし熟練度十分じゃ。これを授けよう。片手剣どこまで上がった？だいぶ一気に上がったな。おお。一気に上がった一気に上がった、うん、よくがよい。さっきのイラン勝てないってほどでもなかったけどな。その後もう一匹残ってたしな。多分4人やり直しだろうな。しんどい。双剣に戻そう。マックスになったけど、多分これでだいぶ楽になったと思う。特にセザールの攻撃力倍ぐらいになったし。さあ問題はあれだよ。やった、ルーラーでいきなりいけるじゃん。帰っときゃよかったリレミトで。ただ4連戦だね。これそれぞれ別でもよかったんじゃねえかなって思うけど。何か用かな。守備力も上げたいとこはある。でもお金がないんですよ。とりあえず換金アイテム全部売って考えよう。よし。よし。ゴールドストーン1個ぐらいならいけるか。銀塊がめっちゃ持ってる。いけるな。よし。金塊は1個だけか。よし。買いに来た。ギガントとタイマー。最大ヒットポイント5。封印ガード50。とりあえずギガントオーブを1つ。よし。一番死なれたら困る。ミネアさんに装備しといてもらおう。いや。普通にこっちでいいや。魔力上がる装備だからな。そしてセザーにガイア。うん、多分これで問題なく勝てると思う。ご用は何だい。久しぶりにやってきた。精霊石使っていいだろう。なんかいろいろ説明してくれてた。アクセサリーの解体ができるようになった。スライムピアスの素。解体する。とりあえずいっぱいやったやつあるな。1個解体してみようか。少なくてもね4人までしか同時に出れない以上5個以上は全くいらないアイテム。獲得エキス2個にしかならないんだ。厳しくないかな。さっきのスライムピアス9個。あ、改造すると解体エキスも増えるのか。でもこれ8さらに15、結構厳しいな。レベルマックスまでしようと思ったら。これね、戻れないんだけどね、戻ってどんな効果があったのか見たいよねっていう。30% と、うん、そんな感じでプラス7までは結構簡単だけど、それ以上は厳しいみたいだね。うん、やっぱりねこっからはかなり厳しい。たまに完全ガード、これ素晴らしいな。レッドワイン、精霊石。お、足りない分があるよ。あとお金、あ、精霊石2個いるのか。じゃないわ。全部すると 7% ぐらいかな。
パワーベルト、命の指輪の少しずつ回復、世界中の歯を消費しない率、竜のお守り、あ、青い宝石使っちゃった。残しとけばよかった。攻撃力アップ、おわ、やっぱレベルが高いだけあってちょっと使う素材もなかなか贅沢なもの、オリハルコンとか、やっぱり攻撃力がメリメリ増える。いつでも寄っとくれ。装備ちょっと見直そうかな。金の指輪で守備力を上げて、守りのペンダントでひるまなくして、力のペンダントよりも、もう直接攻撃力上げた方が早い。こっちだって、オルネーゼさんが、オルネーゼさんが使えばいいんだよな。俺の命のレックレス持ってるから、毒ダメージとかいいよ、もう今更いいよそんなの。パワーベルト、守りのルビーだな、かなり力押しするし。で、命の指輪、眠り時間、氷結時間、こんなのいいです。モノクル、ベホマラーが暴走したりするのかな。あんまり必殺たまらないからな。普通に呪文耐性つけとくか。やっぱね、ちゃんと装備は整えてから行きましょうと。セーブしてもう一回挑戦するか。さあ、神に祈りを。はい。